ラベノスデヴォルズ。なるほど、陳列すると。でミシンの方に行くと裁縫すると。裁縫ができる男、かっこいいね。おおお、いや、ヘッドショット、ヘッドショット、ネックショットか、だけね。ポイッジュイーンおーおーおーおおお、はい、包丁持ってドーンドーン。めちゃめちゃ見慣れた光景。よしよし、今は暇だから、ちょうどお前を相手してる暇があるぜ。イエーイ。OK、 あー、どんどん来てるね、どんどん来てるね。ちょっと待ってよ、これネズミ料理を作った方がいいな。頑張れ、おっしゃ、押した押した、いけ、アンパンチ、パスのパンチ。私はギルバート・ウェステン、あなたが素晴らしい料理人だと聞いています。私の要望に驚くかもしれないと思うよ。ラベノス・デヴォルズ。はい、というわけでね、今日はこのゲームを実況していきます。まあ、どんなゲームかっていうと、あの服屋さんとレストランを同時に経営するね、シミュレーションゲームとなっております。まあね、そんな平和なシミュレーションゲームをちょっと今回やっていこうと思うんだけど、まあ、シミュレーションゲームってね、ちょっと自分あんまやったことないんで、ちょっとどんな感じになっていくかなって感じで、プレイしていこうかと思います。では早速プレイ。あ、セーブスロット、とりあえずこれ。I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning desire to see our new home. My wife Hildred and I decided to move suddenly. Hildred packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well-known barber in the town. This house is surprisingly large.There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business. A fancy tailor shop.Oh, it won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We have decided to use an unusual ingredient in our specialties.As a result of the insanely high prices, due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. Ah, but don't worry, we don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival.They just need a little patching up and then they are ready for sale again. At full price, of course. We are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. 素晴らしいな。肉がどんどんなくなっていくわ。この町の人々は飢えた犬のようだわ。少なくともここに移ってきたことは正しい選択だったということだけど、お金持ちになるわ。急ぎすぎないでダーリン。目立たないようにして一生懸命仕事をしないといけない。俺たちがどれだけの危険を犯しているかよく分かっているだろう。え、分かっているわ。何度も繰り返さなくていいから、この死体をキッチンに投げておいて、私が処理しておくから。よし、この風のやつを掴んで、そのうち腰折ってしまいそうだよ。よし、この風なやつを掴んでで終わって、そのうち腰を折ってしまいそうだよ。まあ確かに、あ、まあ人間をね、あの、よいしょするのにね、ぎっくり腰にならないようにしないといいね。さて、死体を落とし戸に投げ込んだら、あっという間に台所に着く。まあ俺もよく運んでたけど、確かにようぎっくり腰にならなかったな。まあ森主人公は丸太2本担げるぐらいの超人だから、人間だって軽かっただろうしな。やっとだわ、新鮮な肉。
落としとは見事に機能してるわね。さあ、ひき肉を補充しよう。新しい肉焼き器は、違う、肉ひき器は大きな獲物にも最適ね。死体を掴んで、さあ、引くわよ。こんな感じでクリックして場所をしていくわけね。ポイッジュイーンおーおーおーおお、そんなパンツとか骨ごといくの、ひき肉って。だって手動で回すんだろ。おばあちゃんのレシピ本を見てみようかな。今後のレシピ本も全部ここに追加できるから。というわけでこれがレシピ。はい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 。これはミートパイだね。人肉ミートパイと、肉だけ、ひき肉だけだと、あれかな、ハンバーグが作れるのかな。おいしいミートパイを作るには小麦粉とひき肉が必要ね。もう料理の匂いがしてきたわ。材料一つ取ってみよう。とりあえずまず肉を取ってトレイに置くのかな。でもう一個これを、これは、はい、料理完了。これはで二つ持ってオーブンにシュー。もうすぐ出来上がり。少し変更を加えればもっと早く調理できるけど、それか他の2台のオーブンを修理することができるけど、そのためにはもっとお金が必要ね。それは後で考えればいいわ。ミートパイがフォックス色になってきた。そろそろ取り出すわ。自分でこうポチってね、取り出して、上を見て。陳列台が空だからミートパイをそこに置こうかな。そうすればお客さんが自分で取ることができる。あ、マウスのスクロールで、おお、なるほど。上の階、下の階に移動できるんだな。いっぱいにしましょう。で、これを押すと、ヒルドレッドが、こう、なるほど。陳列すると。よし、準備ができたわ。旦那も準備ができたのかしら。床の汚れの後始末をしないといけないから、見てみよう。で、旦那さんゾーン、パー様、血の海だな。掃除をしないと。床の血がなくなるまで誰も上がってきちゃいけない。モップを使って掃除しよう。ああ、そっか、あっちの跡がね、ここに殺した人の、殺した家畜の、さっき服を盗んだ。展示されているマネキンに服が着せられていない。盗んだ服に継ぎを当てたら再販売できるだろう。もちろん法外な値段でね。無駄がなければ不足なし。ここは質素な店かもしれないが、俺はプロだ。さすがプロ。戦闘のプロ。仕事に戻ろう。あの山から盗んだ布を取ろう。で、今度は旦那さんの服屋さんの方は布を取って、さて、この新しいミシンを使ってみようか。で、ミシンの方に行くと裁縫すると。裁縫ができる男、かっこいいね。あまり早くはないが、待っても構わない。連携と協力はうちの事業の核心だ。ヒルドレッドが求めることに従って仕事のタイミングを調整するべきだ。服はようやく完成した。で、服取って、マネキンに着せてみよう。なんかワンアクションワンアクションでクリックするところに血がプシャって出るんだけど、なんか一瞬なんかなんでってなっちゃう。すべて準備が整ったようだ。これでお客さんを迎えることができる。お店を開けよう。あ、これで開店ね。今開店準備したのね。お店を開く。お客様、どうぞお入りください。好きなものをお取りください。調理中に待たってしまうところだったから展示台をいっぱいしといてよかった。食事はそれぞれ値段が違います。タダであげるわけにはいきませんから。まあ、いいもの、難しいやつほどいい値段みたいな感じかな。あ、もう一瞬でなくなったんだけど。レシピ本にはそれぞれ違う印をつけておくわ。私の美味しい食事にたくさんお金を払ってくれそうだわ。おお、新しい服を探している人がいるようだ。自分の作品やスタイルが人に評価されるかどうかはわからない。常に最善を尽くすことを念頭に置くといい。悪い評価が広まったら困るからな。で、こんな感じで服をおばちゃんが買っていくとね、もうすぐ予約が入っているお客さんが採寸をしないといけない。お客さんが着くのを待とう。採寸とかあるの？この人のためにオーダーメイドで作るみたいな。あ、なんかおばちゃんが、おばあちゃんか入ってきた。で、二
二人きりになったところでヒルデル、ヒドレッドに肉をあげられる。あ、そういうことね。これお客さんじゃなくて、あの家畜側の人ね。いわゆる原住民側ってことね。はい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 。あ、本当だ。採寸をしてあげるふりをして二人きりになって、からのポチッ。お、いや、ヘッドショット。ヘッドショット。ネックショットか？なるほど。通刺し切る。この服をもらおう。君はもう必要ないだろう。死体はキッチンに投げ込もう。で、こうやって、お肉と服を調達すると。あ、賢い。効率がいいな。まあ、俺もね、あの、昔は肉調達プラス、まあ、飾りにしてはいたんだけどね。ミュータントだったら服にしてたんだけど。なるほどな。ちょっとした違いがあるね。で、これでまたシューってすると、また死体が奥さんのキッチンに。またお客さんが来る。準備をしないと。いつも掃除を忘れないように自分に言い聞かせてる。ヒルドレッドはいい仕事をしていると信じている。連携が重要だ。ああ、で、これで、やったら掃除と。森では、掃除したことがなかったから、ちょっとここは慣れない工程だな。あ、で、何？左側に目標を達成。殺したお客さんの数。あ、今さっき殺したのはもうチュートリアルだからカウントされないね。掃除した血、売った服、調理した食事、売った食事。はいはい。で、これで、また旦那さんは布を取って服を作ると。で、奥さんの方は今亡くなっちゃってるから、またこのね、先ほど手に入れた肉を、原住民を拾って、で、またこの中に入れると。よしよしよし。で、これで手動出ます。これも明日もすげえ大変だと思うな。で、肉を取り、ここに乗せて、で、また小麦粉と、あ、やべ、お客さん来てる。ちょっと急いで、急いで、急いでやらなきゃ。あ、なんか採寸してる。だから、どうもー、こんにちは。 お前は肉となるのだ。あ、やべ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 、来てるお客さん。おー、調理かかる時間。ちょっと待って、とりあえずこれはポイしよう。あ、やべやべやべ、これも服が待たせちゃってるじゃん。ちょっと、急げ急げ、急げ急げ。急ぐんだよ、急ぐんだよ。待って、あ、そうか、こっちやってからじゃダメなのか。肉出して、あ、待って、お客さん待たせて、待たせて、ちょっと待って、忙しい、忙しいぞ。やること、よしよし、奥さん並べた、オッケーオッケー、これで、これでなんとかなるはず。ちょっと待って、急げ、急げ、パー様急げ。あ、やばい、ちょっとイラッとしてきてる。ゲージが、なんか、どん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 、これどんどんイライラが募ってきてるのね。やばいやばいやばい、急げ、急げ、急げ。あ、ちょっと不満みたいになってる。やべ。ちょっと先に肉作ろう。で、これ服置いたけど、あー、やばい。見てくれてない。あー、怒っちゃった。間に合わなかったんだ。やっちまっただな。まだこの人は買ってくれそうだな。あー、待って。よいしょ。早くしないとまた次の人来ちゃうから。こうして、あ、で、トレイを持って、で、服取って、マネキン。ああ、やばい、またご飯がないって言われるぞ、これ、まずいぞ。ちょっと待って、ちょっと掃除しよう、掃除。おお、やべ、ねえじゃねえか、つって、おっさんが怒ってる、これ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。さあ、奥さん、この間も一応行動できんのか。ちょっと待ってよ。で、パイを取って、で、よし。これで並べに行って、この間旦那さんは服を作るんだ。で、ちょっとマルチタスク管理、俺すげえ苦手なんだよ。ちょっとよ、これで並べました。でも一回肉を作りに行きましょう。あ、もうちょっと不満、ちょっと不満って感じだわ。左下のあれで、今、ヒルドレッドとかパー様が何してるかっていうのが分かるんだね、一応な。だから暇だと何もここにメーターが出てないから、持て余してんぞってなっちゃうのね。あ、やべえ、もう肉ないの。あ、ちゃう。待って、肉を戻して、パイを取って、で、陳列しに行くと。急げ。で、服買いに来てるから、こうして、よし、並べて、で、肉をまた取り、忙しい。で、パー様はこの間暇なのか。あ、暇だから、この間に掃除をさせるとね。で、この間肉を取って、で、あ、ちょっと不満になってるわ。すぐ不満になるやん。よし。
お、お客さん来てる。サイスンタイム。だけど君は原住民なので肉と服にします。お、あ、目標達成して終わったのか。やりなすことは決して簡単なことじゃないわ。改善すべき点はたくさんある。私たちのビジネスを改善するために必要なことをリストに書いてみたの。こうすることでより多くのお客さんにもっと豪華なお店で提供することができるのよ。改善できる点を探してみましょう。あ、でアップグレード、これはお店のね、施設とかものをアップグレードしたり、あと増やしたりできるのかな。ひき肉、材料、ステーキ、ソーセージ、小麦粉、トマト、血のように赤い、お気に入りの色。やっぱ赤が好きなんですね。俺も赤色好きだけど。あと値段が、これで作れる料理の種類が増えるんだろうけど、俺今44円しか持ってないんだよな。でこれ50円するのか。あ、ステーキを作るためのテーブルをアンロック、ウェルダンがおすすめ。材料よりも個人的にちょっとスピードを上げたい気がするんだよな。作業台、あ、これでなんかやれる数が増えるわけだな、キッチンので。これが速度か。もっと熱くしないと、熱くないと。肉ひき器、ひき肉多く作る。あ、数が増えるのか。それはそれでいいかもしれん。あ、ミシンの速度ね。マネキン、あ、飾れる場所が増えるのか。でこれはパブ、テーブル、陳列台。あ、テーブルは今のところなんか使ってる感じなかったけど、テーブルの料理も出てくるのかな。陳列台はさっき置いてたとこだね。なんかお客さんが勝手に取ってって買ってくスタイルだったよね。なんか無人販売所みたいなノリになってた。個人的には速度が増えるとどんどんやれるんじゃないかなと思うの で今44円持ってて、速度のアップグレードは20円でできるから、とりあえずまずこれでオーブン速度アップとミシン速度アップ、これでねパパパパ作れて回転を上げれるのではないかと。これでちょっとね、突発な時とかもちょっと不満な人をね減らせるのではないかなと思うのですよ。これなんかあれな、報告書とか。毎日のお客さん16、毎日のお客さんってなんだろう、16人来たってことだな。日報0、いい注文11、混ざった注文4、悪い注文1。混ざった注文が分かんないけど、多分ちょっと不満だった人たちから、ちょっと待たせちゃった人たち。だからこのいい注文は全然待たせずにあげれたよ、ちょっと待たせたよ、もう待たせすぎてここって書いちゃったよって。評判はなんか今回何もないな、チュートリアルみたいな感じだったからかな。で今回は33円稼いだと。なるほどなるほど。メール、まだメールがありません。スキン、あああ、こういうおまけ要素もあるのね。旦那さんのパーシバルの服変えれたりとか、奥さんの服も変えれたりするのね。これ猫ちゃんかわいい。あ、犬か。犬もついてくるの。ほーん、アンデッドの花嫁。この悪意に満ちた飼い殺さが欲しいなって感じか。で今はまたお店を開くとあるから、開店準備待ちか。なるほど。あ、で今ここで止まってんのか。ってことは先にいろいろ準備しておいて、でお店を開けば良きってことね。まずはそこまで準備していこう。さあ、オーブンの速度どうかな。どんぐらい速かっただろう。お、なんか結構早いような気がする。前もうちょっとチンタラしてた気がするけど、結構すぐに、あ、こんだけやったらなんか突発でも割とすぐに焼けるんじゃねえかって気がしちゃうな。あ、そうね、陳列台がもういっぱいだ。こういう時に増やしておくと、さらにもう一個置けて、さらに幅が広がるよと、品数が増やせるよということなわけね。まあ、とりあえずさらにひき肉作りましょうね。ミシン速度はどうかな。あ、これもなんか早い気がする。ギューンって溜まってってる。あ、いいね、こんだけ早いとだいぶいいぞ。今マネキンはいっぱいだからか。やっぱマネキンも陳列台ももう一個あるとちょっと嬉しいなって感じだな。でとりあえずこれでやれることは終わったか。でこれでまたお店を開いて新たな客を招いて、どんどん頑張っていけばいいっていうことやな。これもなんかもう作り置きみたいになっちゃってるから、早くしないと冷めちゃうんじゃないこれ。そんな要素あるかわからんけど、でこの状態でね、お店を開くすれば完璧。さあ来いや、新たな原住民たちよ。
私の糧となるがいい。お、早速来た。で、これで飼い始めたら、またお肉たちをすぐに置いて、で、また調理を再開すればいいな。で、その間に、殺してる間に、焼いといて、で、これは持ち上げて、あ、よしよしよし、新たな原住民来た。で、何で殺してんのかなと思って、これ、ハサミで殺してんのか。なるほどね。賢い。裁縫でも使う。なんだー、あ、終わったのか。今日の売り上げを確認しないと。すべてのお客様には満足してもらっているといいけど、そうすると口コミが広がってお店の評判も良くなるから。でもそれだけだと足りないわ。そろそろ新しい仕事道具を買った方が良さそうね。そうすればきっと有名人まで、そうすればきっと有名人までお店に来てくれる。なるほど、評判上げるとどんどんさらにすごい人が来るってことかな。あ、評判ポイントが来てますね。これでどんどん評判が上がると人が増えたりとか、なんかすごい人が来たりするのかな。そして今回は悪い注文も混ざった注文もなく円滑に進めれたね。ただお客さん12人しか来なかったんだ。そして今ね、稼ぎは28円か。28円だとなんかあんまり買えるものが、なんか円滑にやった割にはあんまり売れてないんだな。やっぱあれかな、もうちょっとこう回転数というか物を置く場所を増やして、どん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 人を寄せてきた方がいいのかもしれないな。この陳列台を増やしてみるか。陳列台を増やすことで、さらに物をポンポンと置くことでね、より人がいっぱい買っていける状態にするという、それでいこう。このワンアップグレードで終わってしまうな。とりあえず陳列台増やした、あ、増えてる増えてる、増えたから、これでさらにね、よし、準備できた。とりあえず陳列台2つ分マックス入れてるし、今もうすでに1個出来たてのやつを持ってるし、これですぐ売れてもすぐ置けばいいしね。で、旦那さんの方もマネキンに置いて自分で1個服を持ってると。OK。オープンザー店。A letter just arrived. 手紙。We moved here not long ago. No one should know us. Who may have sent this? Did you tell anyone about our departure? Silence! Silence!なんてこった。秘密を知られた。やばいやばいやばいのかな。俺たちは合法なことをしてるはずなんだけどな。